インテル8186は、インテルが1982年6月に発表した、主として、組み込みシステム向けのマイクロプロセッサないし、マイクロコントローラである。同年2月に発表されていた8286、いや、以後のチップとは異なり、8086に対して11個の命令が追加されたが、命令セットアーキテクチャの大幅は拡張はなかった。 コアの拡張ではなく周辺 IC を音外に組み込んだ性格的にはマイクロコントローラに近いチップである。一部の命令の実行クロック数の削減により、同一クロックで動作する8086と比較して1.3倍程度の性能がある。インテル8186裏面写真の独特なパッケージ形状は CLCC と称されるもので、専用のソケットを用いなければ、 基盤に実装できない。後に PLCC、QFP PL、PGA など他のパッケージも供給されるようになった。パッケージ形状はチップ名戦頭で区別され、それぞれ R、N、S、A となる。もっとも IBM PC 等で使用されている DMAC 等とは互換性がないため、パーソナルコンピュータでは部品点数削減が重要なブック型パソコンで使用された程度である。 8086互換プロセッサを展開していた NECV シリーズ中では V35、V25 が機能的に近い。先行する8286に追加されていた新たな命令のうちプロテクトモードや8287に関連しない汎用の命令11個が8286にも採用された。 これらはもともと286命令の一部であるが、数字的に186より大きい数字のプロセッサで使用できるようになったことから、結果的に186命令などとされることもある。Enter, Make Stack Frame for Procedure, Leave, High Level Procedure Exit, p u s h Push All General Registers, p o p p Pop All General Registers, Bound, チェックアレイインデックスアゲンストバウンズ、ins, インプットストリング、insb, イ,インプットストリングバイト、ins は、インプットストリングワード、uts, アウトプットストリング、utsb, アウトプットストリングバイト、utsw, アウトプットストリングワード。このほ十8186,8286では、以下の10命令に対しても、既存の命令に対して、 アドレッシングモードが追加されている。いずれもオペランドに、イミティエイトが使えるようになった。アイムルインティジャーマルタプラケーション、プッシュプッシュアードオントゥースタック、RCL、ロタテレフト、スルーキャリー、RCR、ロタテライト、スルーキャリー、ロルロタテレフト、ローロタテライト、SAL シフトリスマティックレフト、SHL シフトレフトロジカル、SAR シフトリスマティックライト、 SHR シフトライトロジカル、8 g 8188外部データバス幅が8ビットの CPU 8086に対する8088にあたる 1867716MB のメモリを扱えるように機能拡張したもの富士通・インテルジャパン共同開発 80C186XL 80C188XL8186、8188 80、OC いもずかし高くロック低消費電力化したもの、80C186X、80C188X シリアルインターフェース、等の周辺 IC を、さらに追加し、3V 動作、パワーマネジメント機能を追加、注釈、ありがとうございます。